こんにちは、カルテカコーギです。今回はカーフキックの蹴り方と足を上げなくてもスイッチをしなくても効かされなくなる簡単なカーフキックの受け方などを実際使用していた現役時代の試合映像とともにお届けしたいと思います。2020年の大晦日に行われたRIZIN26で堀口恭司選手が朝倉海選手を KO したことで、これまで日本では一部の人にしか有効性が認識されていなかったカーフキックも一気に認知が広がり、これからカーフキックが格闘技界に大きな流れを持ってくる可能性も出てきました。一部ネットの書き込みではカーフキックに対してスイッチを上げている方もいらっしゃいましたが、スイッチをしても前足の内側のカーフキックは簡単に効かせられますし、他の対策として足を上げてカットするという人も一瞬片足になる重心を作る必要があるため、フェイントで重心を乱されるリスクが上がってしまい、ファーストコンタクトの取り合いではいわゆるスネブロックは極めて不利になります。そこで以前こちらの動画でキックボクシングで4階級世界王者となり、 K1 では世界で唯一あのブワカーを KO した男として活躍した佐藤義弘さんとのコラボでリクエスト&絶賛していただいた僕の得意技だったカーフキックを、前回カットした受け方やサウスポーの前足に対しての蹴り方も今回はカットせずに全てお届けしようと思います。ちなみに僕が所属する極真会館長谷川道場では技名はありませんでしたが、僕が入門した当時からカーフキックは指導されており、空手界では下段よりも下を蹴るということでゲゲ段蹴りと言って使っていました。そのため僕自身も現役時代を含めて15年以上実戦でカーフキックを使用してきましたし、道場ではみんな使えるので普通に蹴り合っていたため、カーフキックの使用歴が長く、知識に関しては日本ではかなり豊富な方だと思います。その中で使用していたまだ公にしていないカーフキックが効かなくなる簡単な受け方や、誰でも効かせられるようになる蹴る時のコツをお届けします。このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇した高潔の過去の試合動画や、実際に効果の大きかったトレーニング理論、ローキックが効かなくなる技術など見れば 100% 強くなる動画を投稿していますので、動画を最後まで見ていただき、もしこれは使えるなとかこれは良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。今回お届けするのは、以前佐藤さんとのコラボ動画を配信する際に、動画が長くなりすぎる上に一本にまとめるには有益すぎるという理由で佐藤さんにはお断りを入れて、今後の投稿用にカットしていた部分の映像です。前半は以前の動画を編集した堀口選手が朝倉選手を KO した前足外側に対してのカーフキック、中盤に前回非公開にしていた喧嘩四つの構えになるサウスポーの相手に対しての蹴り方のコツ、最後にカーフキックの受け方を解説しています。これさえ見れば効かすカーフキックの蹴り方が分かるだけでなく、相手のカーフキックが効かなくなる方法もマスターできるので、カーフキックをマスターしたいという方はぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。おっす、こんにちは、空手家コーギです。今回も愛を知る県、愛知県名古屋市にあるキックボクシングジム、ジャパンキックボクシングフィットネス JKF 池下より、元4階級世界王者、世界で唯一ブワカーを KO した男、佐藤義弘さんとお届けしていきます。突然ですが、空手の技でなんか興味あるものとか、なんかこうこんなことをちょっとやってみたいなとかいう技がもしあったらちょっとお聞きしたいんですけども。そうですね、僕はもともとキックボクシングの技にはなくて、まあ、最近あの立ち技キックとか K1 とかで流行りだしてるの、カーフキックってやってるんですね、はいはい、まあ、ちょっと仕組みとかを知りたいなと思います、はい、僕ら空手家とかゲゲ団って言われている技なんですけども、うちの道場では僕が入門した頃からある技術で、まあ、僕も現役時代15年ほどゲゲ団を、結構使ってた選手なので、そちらを提供させていただければと思います。よろしくお願いします。カーフキックと言っていいのかゲゲ団と言っていいのか分かりませんが、今からちょっと実際にやってみたいと思います。もうここに軽く合わせてみます。もう忘れたいですか。こんな感じで合わせてくるんですけど、あのかかとですか今出てる。いや、ですね、足のこの辺でここ1点でやってるんですけど、これそうですね、空手があったら背側で全部ここを当ててて、ここは当てないんですよ。こう
一点で、こう蹴るとちょっと蹴りますね、こう蹴ると、痛くないんで、こうこうツンってツンってこうこういう風にツンってやってるんですよね。これ回し蹴りともまたちょっと違って、回しちゃうとこう背側が当たってこれ痛くないので、イメージはもうほんと関係みたいな、まっすぐ地面すれすれを擦っていって斜め、ほんと斜め上にこうポンってやって、このぐらいでも十分痛いですね。僕も積んで蹴る位置なんですけど、結構カンプキックっていうんで、多分総合選手たちは多分この辺に蹴ったりするんですけど、僕らが狙ってるのってこの辺りからこの辺りをメインでやってて、もちろんここも痛いんですけど、ここってめちゃくちゃ痛いところがあって、指で軽く押さえて痛いので、そこにポンって骨を当ててくだけで僕らとか結構見たと思います。でも別にここ出なくてもちょっと距離離したい時とかはもうこの辺りとかも全然こうパーンって蹴ってなかったりするので、下すいません足の方にですか、当ててもらって蹴った時に少しだけ相手の膝より自分の膝が内側のこんな感じです。こうするとちょうどここの骨がこのちょっと曲げておいてピッピンってのが使えるぐらいで少し曲がって、あ、そうです、さっきより全然痛いですね。痛いです。おお、そう、痛いです。痛いです。よかったです。多分、蹴った時にコツンっていう感触が多分あると思うんですけど、ああ、そうそう、痛いです。で、ちょっと高さをいろいろ変えてもらって、今、ここ、この辺蹴られてるんですけど、ここも痛いんで、多分、ここからここまで、蹴り方が実は若干違ったりするんで、一回ちょっといろんな、距離も変わってくるので、蹴る高さで。あ、全然低いのもありですね、うん、あ、もうちょっと深めで今と自分が痛い、多分そうです、指先すぎると思うので、あ、もう先生、今めっちゃ痛いです。ここか、それもそれがそうか、あ、はい、そうです、けどしびれるぐらい痛いです、はいあ、そうです。もう当てる場所がそこだったら、もうこっからこうはどけと。今、ちょうど手応えがすごいあります。コツンってありますよね。このなんか蹴っててもパチンってなるの、ほんとコツンコツンって足の骨に衝撃があるんで。僕は22の時にルーピニーのチャンピオンに立ってるんですけど、はい、その時にガオランドイツトっていう選手とやって、はい、で、そのローのダブルをよくやってたんですよ、はいはい、それに結構似てる感じ、当て方は全然違う、はい、ローのダブルで、はい、他のキックボクサーがこれ何のあの技って言って言われてたんですけど、こう浅くやっといてすぐ引いてよくたらバーンというローのダブルをやってたんですけど、はい、これ一発目をカーフキックにすればゲゲダンすれば、はい、ダブルでこうダメージ与えられなくなる。これも僕らはもうフェイントでやってたんです、はい、フェイントでやって、やって、はい、当てるって感じなんですけど、これ一発目をカーフキックにして、はい、バーンってハードレバーですね。確かに僕ら、空手だと僕が一番よくやってたのは、相手がこう踏み込んのかなっていうこのタイミングに合わせるっていうのをよくやって、はい、ただこれ完全にこう打ち合いになっちゃうと蹴れなくて、一番このファーストコンタクトでこのタイミングに合わせるのが一番押されちゃいますよね、あんまりこう、そうですね、この時にここまで来ちゃうと蹴れなくて、実は僕が蹴ってる時はちょっと困るじゃないですか。この状態で相手が踏み込もうかなの瞬間に合わせてるのが一番多くて、でワン、ツー、スリーまで繋がれたらちょっと厳しいですね。もう本当ほとんどがファーストコンタクトで蹴るんですよ。ジャブでじゃあキックだったらジャブでやるといいとかですね。多分キックはこのタイミングが一番こうガードして、これが多分一番蹴りやすいかなとさっきやってて、これカップキックだとこのタイミングかなと思って、あ、ちなみに、これサウスポーもめちゃくちゃ今こうなので、サウスポーンだともう内側を蹴っていくんですけど、実は内側の方が痛いんですよ。だそう。もう分かりますね。で、内側も全然こっからここまで全部蹴れて痛みが全く違ってくるんですけど、これコツがあって、まあ、ちょっと軽くじゃ蹴りますね。うわー、これは痛いわ。これは痛い。これ実は。
次、サウスポーに対しては前足の内側ですね。こちらのふくらはぎの部分を蹴っていきます。一度やってみます。お願いします。いいですね。これ実はサウスポーの内側の足を蹴るときちょっとコツがあって、相手と正面に向かい合った状態で蹴ってしまうと、これ痛いところに、実はすごく当てにくいので、コツとして前足をほぼ真横ですね、斜め前ではなく真横にずらしながらここで、合わせていくと、これ簡単に蹴れるので、ほんとちょっとした違いなんですが、これ10センチ前に踏み込んでしまうと、これ当たりません。あと正面で蹴ってしまうと、これつま先が当たるんですが、いいところ当たらないので、ほぼほぼこのぐらいの距離で真横に踏み込んで、蹴るっていう風にすると、痛いところ当てやすくなるので、ちょっと前足の踏み込む位置を、気をつけてみてください。おっす、いって。これ多分体験したことがない痛みなんで、蹴られると結構気持ちが降りますよね。なのでちょっとじゃあ、オーソドックスで合わせていただいて、あ、結果蹴ってもらっていいですか。どうぞ。足痛くないですか。痛いです。ですよね。ちょっと遠いんで、スタートの最初の位置だけ少し遠かったんですけど、多分その方が最初合わせやすいと思うので、あっちで軽く足を。さっきみたいにですね、ちょっと左よりも、こっちに若干膝がこっちに入る感じですね。こっちの足をもう少しこっちにいただいて、膝がこの辺に来るぐらいまで膝を曲げていただいて、当たった時に、そうですね、そうですね、斜めの上に行ったら、おーい、よし、おー、あー、そうですね、そうですね、痛くなってきました。あ、多分そのぐらいだと蹴ってて痛くないです。まだちょっと痛いですね、はい、ってことはまだ浅いってこと。そうですね、多分、当たってる位置が若干こっち面になってる可能性は。多分今のは大丈夫ですか、はい、今のは一番最後のめちゃくちゃ痛いです、で多分上の方も蹴っていただくと同じ蹴り方で全然いけますので、ちょっと下の方が痛いですかね。ちょっと下、あ、そうか、あ、いった、あ痛いです。これ打ち下ろしの方とちょっと似てるかな。あ、少し、はい、それがパチンっていうよりはが、あ、確かにそうかもしれない、はい、ちょっと溜めてコツンスッスッス、はいはい、なんかここを伸ばしちゃうとミートしないんで、ビビるほんのちょっとこう曲がった角度でこうコンって当てるとめちゃくちゃ痛いです、いやー痛み、だから痛いんですよこれ本当なんで、実際試合とかでもオーソドックスの選手とかで2発ぐらいパーンって出ると平気な顔して急にこうサウスポーに構え直したりするんで、どんどんこっちがコントロールしやすくなって、はいはい、結構有効だなって使えるので。ディフェンスはどう、これ多分これコンボ初公開なんですけど、実はこれ空手界でも僕が現役の頃に誰にも教えてなかったので、これゲゲダンめちゃくちゃ当たったんですよ、なんですけどこれ実は受けるのめちゃくちゃ簡単で、ちょっと蹴っていただいて教えてくれると、そうオッケーです。じゃあ次受けます、受けてください。はい。バカで受けてくる。普通にパーンって言うのが大事。はい。じゃあもう完全に受けます。あ、そうです。じゃあ今からちょっと一回普通に蹴ってもらいます。お願いします。はい。さあ、はい、じゃあ、今から受けます。お願いします。こんな感じですね。サウスポーの時も一緒なんですが、基本的にカーフキックっていうのは相手の足が来た時に、ちょっと足持っていってもらっていいですか。僕の足に対して足がこう、まあ、バッテンですね、作るような状態だと効くんですが、これ相手の蹴りの方に膝を向けて前に倒してあげることで、バッテンにならない状態ですね、こうマイナス状態作ってあげると、これだけでカーフキックほとほぼ当たらなくなります。これ前足のインローを蹴ってくる場合も同じです、実際ちょっとやってもらいます。はい、はい、次受けます。お願いします。
そう、なんなら強く蹴って大丈夫です。こんな感じで膝を相手の足の方に迎えに行って、少し前に倒す。これだけで痛い場所にはほぼ当たらなくて、すねの正面あたりを軽く当たる程度になるので、間違いなくダメージが激減します。これおすすめします。もう超簡単なんで、ただ相手の蹴りに向かって膝を向けて前に倒す、向かって前に倒す、これだけなのでぜひやってみてください。ああ、じゃあ普通に蹴ります。ああ、そうそうそう、あ、だから混み合ってる段階で牽制でゲゲダン打ってくるときは、そうですね、もう相手が使う選手だって分かってると、うん、もうある場合でこのフォームに入ったら絶対そうなんで、はい、キュッてやるだけで全然ダメージがガンと変わる。これはゲダンのフォームとちょっと共通してますよね。あ、ちょっと似てるかもしれない。このまま受けるよ、はい、ゲダンだけど、そうですね、そうですね、全然平気じゃないですか。なんですけど、ここを蹴られるとみんな蹴られたくないから、せいぜい上げるか、はい、足入れ替えるかなんですけど、これ実は普段ここ蹴ろうとして上げられると膝を蹴ってしまったりとかして自爆するんですけど、ここ蹴ろうとしてるときにちょっと上げてもいいですかね。ここ蹴る分にはこっち全く怪我しないんで、あんまりここ蹴るとき思いっきり蹴れるんですよ。蹴るのはもうバーンって蹴って、パーンって蹴って、相手が上げても関係なくバーンって蹴れるんで、自分もフルコンで極真の選手なのに太ももをほとんど蹴らないっていう珍しい選手だったんですけど、そのおかげでこうゲゲダメイン、本当に完全にメインにしてからは足の自爆がほとんどなかったので、自爆が少なくてすげーですね。感じで、あ、ありがとうございます。だったら使ってください。めちゃくちゃ勉強になりました。あ、すぐ使います。ぜひ使ってください。今回結構ちょっと受けに関しても蹴りに関しても僕のチャンネルでは初めてのゲリラ公開なので、はい、よかったら使ってください。貴重な機会です。どうでしたか。あの佐藤義弘さんからも大絶賛され、しかも朝倉選手やミノワマン選手といったトップクラスの選手が KO されたことで、技の有効性が証明されたカーフキックのテクニック、全てマスターすれば簡単にノーリスクで相手を効かせられる上に、自分だけは効かされないことが可能になります。またカーフキックは相手の選手が受け方を知らない選手であれば、特に前足に重心がかかる選手は蹴りやすく、重心が低い歩幅を広めに構えるパンチャータイプといった相手はかなり蹴りやすいので、総合格闘技やフルコンタクト空手ルールの重量級またはパンチ主体の選手が相手の時などは今後も相当有効な技になると思います。ぜひ参考にしてみてください。今回の動画ではキックルールで使えるカーフキックということで、接近専用の蹴り方は紹介しておりませんが、今後またフルコンタクト空手ルールの打ち合いの時に多い超接近戦でも蹴れるカーフキックの蹴り方も公開していこうと思いますので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録お願いします。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者、纐纈の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。